助けてくれ。そう、ジャッキー。さあ、怪我はない？大丈夫だ。ここにいて。新一区の全パトカー、雲立を発見。警察よ、止まって降りなさい。じっとして逮捕するわ。被害者を見た？いや、人違いでしょうが。あんた口を閉じてて。一応病院に寄ってく。キャスリー、そっちは？ええ、捕まえたわ。紐を病院に連れてくから、被害者を見たら押さえておいて。被害者って何のことよ。お黙り。通達午後、続発する包もたせ対策について、重点的パトロール強化のため、時間外勤務の割り当てを今の倍に増加することにする。現に今朝もルーシーとキャサリンが一組しょっぴいてきとる。そいつらは氷山の一角だ。徹底的に取り締まらんとな。通達6号、昨夜配置所のミンス・ディリベルト刑事がポーランドアベニューの駐車場で射殺死体で発見された。犯人は目下のところ不明だ。この件に関し何らかの情報をつかんだ者はすぐに配置所のルイス・ハムリン警部補に連絡すること。いいな。通達7号、ジョー・コフィーのお姉さんから電話があり、個人に寄せられた諸君の弔意に対し心から感謝してる。奨学金については落ち着くまで待ってほしいとのことだ。通達8号、では諸君、シーリーさんを紹介しよう。ポーク署からロン・リプスキー巡査、それによろしく。どうもミッドタウン署から転属のマイケル・ガルビン巡査だ。しばらくの間2人でペアを組んでくれ。流感が収まって正常に戻ったらベテラン巡査とペアを組み直してもらうからな。いいな。ええ、しっかりな。最終通達、これは保健所からの緊急通達だ。待ってくれ。ここ最近、ペディキローシスピュービック、ペディキローシスピュービックが各警察署に蔓延しているらしい。各自が清潔に留意し、その発見に努め、他人への感染を食い止めるよう努力をされたい。主任、何のことかさっぱりなんですけど。待て待て、最後まで読ませてくれ。その駆除に失敗すればペディキュローシスだな。その結果は局部の組織破壊、さらに重症になると、いやいや進行すると転、いや切創症。ペディキュローシスって何ですか。石膏とか切創ってのは知らねえ。いやいや、また普通の名が書いてあったぞ。シラミだ。ヘジラミ。ヘジラミ、そうだ。そう、ヘジラミ。オッケー、以上だ、解散。気をつけていけ。モーリス・ヘインズ、容疑は強盗。オタクの妄想だってばよ。そう、保釈中要チェックして。おい、待ちなよ、勝手に人のもの取るなって。ね、お待ちよ。ベルカー刑事、3番に電話です。よ、エジキ、行くんだよ、お前だ。そこへかけろ。かけろってんだよ、ドジ。ベルカーだ。やあ、ロビー。どうしたんだ、声が変だぜ、何かあったのか。所長、今日一日休みをもらいたい。理由は何だ。プライベートですが。いいだろう、ヘンリーに断ってからいけ。ええ。遅かったじゃない。これで少しは犠牲者が減るわ。何気取ってんだ。ジャッキー・ローリー、容疑は強盗の共犯および麻薬不法所持、それに他人のクレジットカード。大変だ。さあすぐ行くんだ。いいな。それじゃあ。おいおい、旦那大丈夫かね。めまいかい。ほら、酸素が吸いなよ。えほら。ベルカ、大丈夫か。神さんの陣痛が始まっちゃった。おい、どうした。容疑者見ててくれます。はあ、どうも。
本瀬の容疑者を一組逮捕しました。とりあえず地下に留置してあります。ありがとうした。警部補、お宅のビルを私どもに売却していただければ、そのメリットは他と比べ、1に税金面、2に住民とのトラブルを。後にしてくれ。金銭のためなら不動産ではいけません。フェニックス郊外のアパートは7軒です。人気絶頂のサンベルトですよ。たちまち借家人で生まれたと受け合いです。アージスさん、名刺を。どうぞどうぞ。スタイル自身は美味しい話しかしなかったでしょう。うちはビジネスで参ります。ジェファーソンの一流マッサージパーラーと交換なんてのはどうです？余計なお世話だ。ねえ、売れたらお裾分け期待してますよ。強盗の事実はなかったっていうのね。あたいは仕事をしてただけ。モーリスはあんまり長いもんで心配になって覗きに来ただけさ。つまりその客がしつこかった、そう言いたいわけ？そうさ、スケベったらしい親父でさ、あんなの二度とごめんだね。ねえ、そいつも逃げてったきり見つかってないんだろ？ええ、名乗り出る気はないみたいね。じゃあさ、被害者なしで起訴なんてできっこないじゃん。マクブライド巡査が犯行の一部を目撃していたから、彼女の証言で立件は可能よ。裁判まで持ち込めるかとなると難しいけど。何が、はあ、それはないと思うよ。どうして？マクブライドのケツに火がつくからさ。なぜかわかる？どうして？あたいを捕まえた後川に連れて行こうとしたけど、羽つけたからさ。羽つけるって？あたいを抱かせろって言ったんだよ、あのレズ女。11時半、了解。万能を配してもお伺いします。いえ、とんでもない。いや、お互い様です。わざわざどうも。ではスタン病院に行くぞ。はい。セックス強要の苦情は毎週のように聞いてる。そのいくつかは事実よ。そのほとんどは起訴を逃れんための彼女たちのでっち上げさ。今回は起訴の心配なしよ。被害者がいないんだもの、作り話をする必要もないわ。被害者が現れるかも。とにかくこの件を調査して、さもないとマクブライド巡査を告訴するわよ。ああ本部長には当分慣れそうもないな。そう？少なくとも今年はな、ダニエルズの天下りがどうやらお流れになりそうでね。ほっとしたと言ったら怒られるかしら。いや、同感だ。それとウェルズだが、彼の政治仲間たちと2時に会うことになってる。うん、大変ね。いいこと、ジャッキーの件忘れないで。さあ、はい、マクブライトの逮捕報告書見せてくれ。はい。親父に昼に移るって言ったらさ、新車を買うのは諦めろ、その金で生命保険に入れとさ。親父さんもポリかい？鑑識の副主任だよ。はい、リプスキー、聞いたことは？いや。そのうち紹介するよ。いや、その前に嫌でも仕事で顔を合わすだろう。変わった親父でさ。アイルランド警戒。ああ、そう。学校はどこだ？アクアイナさ。セントメリーのことよくデートしたよ。嘘だろ？いや、本当さ。この街であそこが最高さ。メリーアンフォーガティ知ってるか？いや。キャッシュライリーは赤毛でそばかすのあの子。付き合いはなかったけど覚えてるよ。ちょいと色気のある子だろ？ちょいとどころかもう最高。なあ、アカデミーの卒業は4月だ。その前の12月。おお、ベテランだ。飛び降り志願です。場所はカルバーの800号。近くだ。2205、了解。前に扱ったことは？いや、心理学の応用さ。ついてるようだな、トミー。ウェイド、びっくりさせんなよ。何もビクビクすることはねえだろう。悩みの種が消えたんだ。酒でもおごれよ。何言ってんだよ。奴が死んだろ。よせやい、俺には関係ねえ。いいか、俺はてめえを信じようと努めた。おい、何のことだい。結局その努力も無駄になっちまった。もったいぶらねえではっきり言えよ。何を言いたいんだ。足を洗うどころかどっぷり泥に浸かってることが分かったぜ。待ってくれ。ギリベルとか奴、俺がやったと。他に誰がいる。おめえはもう終わりだよ。おしめえだよ。おいおい、よしてくれや。おめえさん正気か。医者に診てもらった方がいいぜ。とうとうにきつくとこまで行っちまったな。そりゃないだろう。ディリベルトとお前の話し合いが不調になったからって。だけのことで奴を殺すのか俺。いや、他にもあったろ。だがおめえがやったのは間違いねえ。いつから内務監査官になった。いや、それ以上だ。俺の友情を裏切ったんだ。許さねえぜ。引っかれてる。ほっておかねえぞ。どうしようってんだよ。今まだどうしていいかわからねえ。
待てよ、ゲイド。なあ、彼女が話し合うってさ。嘘をつけ、騙されるか。嘘じゃないよ、電話に出てる。ここに電話は持ってこられないだろ。タバコを吸うかい。近寄るな、下がってろ。落ち着け、今こっちへ向かってる。中で話し合えばいい。俺は飛び降りるんだ、彼女にもう用はない。じゃあ直接そう言えよ、彼女が来るのを待ってそう言え。俺は死ぬんだ。落ち着け、慌てるな。いいからほっといてくれ。中に入ろう、彼女がもうすぐ来る。今さら手遅れだ、俺は死ぬんだ。彼女に会いたくないのか。ああ、さあ飛ぶぞ。おい、いい加減にしてくれ。そんなに飛びたいんならいいさ、飛べよ。でも飛べるとは。おい、よせ。何をやってた、説明を聞かせてもらおうか。何をしてた。飛び降りを止めようとしてたんです。私が聞いたのは飛びたきゃ飛べってお前の声だ。あれは言葉のあやで止めようとしたんです。どうして説得力に長けたベテラン警官が来るまで待てなかった。どうしてなんだ。待っていました。それまでなんとか彼を落ち着かせようとして。それで生かじりの心理学を試してみたってわけか。大した逆療法だ、ご立派だよ。このままでは済まさんぞ。最近自分が何なのか分かりかけてきました。いや、実を言えば私もだよ。治療の結果でしょうか。私の場合は痛烈な精神的ショックで目覚めたんだ。信頼と愛と希望を同時に失ったんだからな、その衝撃は大きい。犬の調教師、彼女は私を捨てた。それもひどいやり方でな。そんなタイプには見えなかった。女はわからんよ、バレンタイン。しかし心配ない、私はくじけんぞ。それでこそ警部補です。しかし私らは二人ともヴィーナスの恩寵に預かれないタイプだな。バレンタイン、私ら一体何だと思う。私は侍です。そう、スパルタの戦士と言おうとしたが侍の方がぴったりだ。そうでしょう。しかしよかった、よくここまで回復したな。あの時はもうダメかと。ご迷惑をかけました。もう大丈夫です。バレンタイン、我々はお互い辛酸をなめ、それを克服してきた。今や本来の姿に戻る時だ。なあ、どうだ、もう一度スワットに戻って一緒にやらんか。本物の男の世界だ。それはもう今日からでも戦います。戦って失った目を取り戻します。よくぞ言った。もし失敗したら忍者になって指を切り落としてお詫びします。侍の復帰を歓迎するぞ。お前の格闘技を正義のために役立てろ。メアリー、グイド、驚いた。トミーはいないの。いや、やつがここをどう使ってるか見に来たんだ。今も借り主は俺になってる。昔思い出すわ、あんたにトミーピート、カードや女を連れ込んだりの毎日。それほどやってねえ。やってたわ、そのために共同で借りたくせに。でも今はゴミため、トミーも引き払うってんで掃除に来たの。はは、トミーとはうまくいってんのか。まあね。いいえ、本当はうまくいってないの。何があったの、彼何も話してくれないのよ。いや、おめえが知る必要はねえよ。何かあったのね。
富を愛してんのよ、分かって。愛してるんならここは何も聞かねえでくれ。心配なのよ、あの人何をしたの。立ち寄っただけでな、もう行くぜ。ねえ、教えて何をしたの。おめえを巻き込みたくねえんだ、メアリー。まだトミーの友達、まだ友達だと言って、そうすりゃ安心するから。言えないのね。もう奴には何もしてやれ。手遅れだ。君は今朝逮捕した売春婦から訴えが出てる。セックスを強要されたと言ってな。セックスの強要？彼女は言うにはだ、君にドックに連れて行かれ、セックスに応ずれば無罪放免にすると言われたんだそうだ。バカバカしい。私レズじゃありません。起訴を逃れたくて出任せを言ってるんですわ。ああ、おそらくな。だが一つだけ腑に落ちない点がある。それは何でしょう。君とルーシーとは署に戻ってきた時間に差があることだ。紐を連れて病院に寄ってきたルーシーより君の方が遅く戻っている。これはどういうわけなんだ。署に戻る前にパトカーの中で彼女を尋問していたんです。20分はしていました。何の尋問だ。最近の筒持たせの何件かは彼女とその紐の仕業だ。その尋問だが場所はどこで。パトカー。どこでだ。132丁目あたりだと。なぜ報告書にそれを書いてない。でも何も喋らなかったんですよ。どうして書く必要が。こういった訴えがあった場合に備えて書いておくんだ。すみませんでした。でも彼女は嘘をついてます。報告書も違反ではないはずです。行ってよろしいですか。この件で進展があれば連絡する。所長、ここへ移ってまだ2日目ですが、最悪のスタートです。来なきゃよかったと思ってます。どうかしたの？ルーシー、ちょっと来てくれ。いや、連中はよ、おまわりに恨みを持ってなさ。だから警官が寄せと言っても飛ぶし、飛べと言っても飛ぶ。俺たちへの面当てなんだよ。そりゃねえだろう。会ったこともねえ警官への面当てで死ぬ奴はいねえよ。いや、いるね。俺たちは二軍にあんだ、奴ら。コフィが飛び降り男に近づくと引き落とすぞって言われてこう答えたっけ。いや、俺が突き落とす。飛び降りの話かね。今朝も配置所で一件あったらしいな。新米警官が出しゃばって、愚かにも聞きかじりの心理学の応用でこう叫んだそうだ。さあ飛んでみろ。その通り飛んだ。ああ、警部補、その新米警官、うちのやつなんで。どこでも同じだ。あんた一体どういうつもりなの。なんであんなバカなことを。答えなさい。うっせんだよこのタコ。こんなことで逃げられると思ってんの。また外で人稼ぎできると。キャスリー、答えなさい。この気女、答えろ。また力ずくで犯そうってんの。お黙りこの。車の中でも押し倒したじゃん。黙りなさい。そんなにあたいが欲しいのかい。主治医の話では完治までまだ3週間かかるということだ。私は彼を知ってます。 100%OK です。それに彼の復帰を要する差し迫った事情も。昨年来我がスワットはその今一つ業績的に物足りなくて。私は君らの仕事に満足してるよ、ハンター。満足ですか。私は不満です。今こそ抜本的改革の時だ。スワットとは何か、その存在価値はもう一度見直す時です。我がスワットをこの町切っての突撃部隊に仕上げるんです。そのためには一日も早くバレンタインが復帰しないと。所長、彼の力が必要なんです。分かった。人事に話しておく。どうも。所長は信じちゃいない。いいえ、信じたからこそ呼びつけたのよ。所長は私をドジで間抜けなれずと思ってるわ。あのバイタの代わりに私をぶち込みたがってるのよ。思い過ごしよ、そんな人じゃないわ。とにかくかけたら少し落ち着いて話し合いましょう。結末を教えてあげようか。私がクビになって終わり。じゃあ起訴をやめたら。あいつを逃がすの。ええ、そうよ。起訴してもどうせ勝ち目はないんだし。ごめん。でもまたパートナーを失うよりはその方が。
そんなことすればあいつの主張を認めることになるわ。ごめんよ。誰も信じないわよ、アバズレの言うことなんか。そのアバズレに頭を下げるなんてごめんよ。巡査部長、モーリス・ヒンズの保釈の件ですが、殺人で6年の刑を食らってます。ありがとう。これで分かったわ。何のこと？この紐を守るためのお芝居よ。この件で強盗の立証は難しいけど、保釈取り消しには十分。娼婦と客を脅してたのよ。ナイフよ、ナイフを持ってたわ。オッケー、保釈委員会に電話して取り消しを求めましょう。今朝川の近くで二人を見かけた者がいないかと思ってね。あの辺りで逮捕されたゲイボーイたちに一応当たってみたのよ。それでレイノルド、所長に今の話をして。喜んで。それで出られんのね。大丈夫よ、約束するわ。彼は今朝のホモ買収一掃作戦で逮捕されたの。47番埠頭のそばで鳩が長く止まってるの見たわ。前に白人の父兄、後ろに黒人のバイターがいたの。ベルカ、どうだ、どうだった？ダメでした。いや、そうじゃなくて、つまり生まれなかったんでさ。痛いってんで慌てて病院に行ったんですが、着いた途端に痛みが消えちまって、医者はまだ先だって言ってました。それで何も異常は？ええ、ピンピンしてますわね。心配してくれてありがとう。所長、マクブライド巡査を調査なさる気ですか？ああ、そうだ。ちょっといいですか？うん、なんだ。所長が職務として被疑者からの訴えを取り上げざるを得ないのは分かります。でも今回のケースはバカバカしいというよりムカつきます。男性の警官ならともかく、婦人警官が売春婦に関係を求めるなんてありえません。レズビアの不敬の割合は微々たるもんで、まして相手に。ちょっと待ってくれ。今目撃者と話してきたところなんだ。それによると、マクブライド巡査とジャッキー・ローリーが一緒にいたのを見たと言ってるんだよ。場所は河口47番埠頭のすぐそばだ。信じられません。そんな、あの時間そこら一帯はパトカーでいっぱいでした。オカマの売春一掃作戦で。いいえ、本当よ。最初は132丁目を流しながら尋問を続けて、最後は埠頭に。車を止めてか。洲本瀬事件の手がかりをつかみたいと必死だったんです。被疑者が口を開きやすいようにと思って、それで静かな場所を選んだんです。ではどうして最初に本当のことを言わなかったんだ？つい言えなかったんです。あの埠頭の悪い評判は知ってました。所長に誤解されては困ると思い、所長、本当に彼女とは話をしただけです。どうか信じてください。私は信じます、所長。フリロー。いや、ウェルズ、笑顔が戻ってきたようだな。気分はどう？もう大丈夫だ。よかった、安心したよ。フランク・フリロー、バイキングトラッシュ社のアービング・ホフラーにトムトムさん。はじめまして。みんな心配してましたよ。もうよろしい。ええ、まあどうも。まだ少し脱力感はありますが。とにかく元気になってよかった。2週間かな。いや、一月になる。フリローさん、ヘルジンガーです。あ、どうも。テレビで拝見して、これぞ我らの候補者だとピンときた。ウェルズさん、市長が急用で来られないので側近をよこすと。市長も来る予定に？何、話はついてる、心配ない。そういうこと、彼はいい男さ。少し気難しいところはあるがな。おじいは来週中にも次回市長選に不出馬の声明を出す予定でいる。息子さんがんなことになったしな、公職を降りる気になっても無理はない。全然知らなかった。まさか彼が。いや、おじいとしても随分悩んだ末だと思うよ。ともあれ、未来のことを話そう。そうだ、明るい未来。おめでとう。君に乾杯だ。おじいから伝えてくると頼まれた。候補者が君で喜んでると。好きでもない候補者の後押しは誰でもしたくない。私はまだ引き受けるとは言っていないんだ。おじいも側近の私も君が引き受けるという予想で一致している。頼むよ。だが選挙で市長を選ぶのは市民だよ。本当はな、おじいはここへ顔出すのに耐えられないんだ。耐えられない？どうして？彼を会員の扱いにしてきたあちらの紳士方に腹を立ててるのさ。彼らに辞めさせられるんだから。辞めさせられる？自分の意思で身を引くんじゃなかったのか？そうじゃない、フリロー、連中の意思だよ。彼はどれほどの力を持ってるんだ。連中の操り人形になるのが心配になってきたかね。彼らはそのつもりなら候補者を降りる。フリロー、いいか、
OG は知られたくない身内の恥をさらし評価を下げた。しかしそれでも市長として有能な男だ。君もそうなれる。しかし君を市長にしてくれた者の存在を忘れることはできんのだ。絶対に奴らも決して忘れん。これで質問の答えになるかな。ああ、まあな、まあそう深刻になるな。生きていくためにはいろいろ学ばんとな。まあしっかりな。おじいも期待してるそうだ。しばらくだな。所長、顔見せかね。いいえ。だと思った。閉めていいですか。ああ。ディリベルトの捜査状況は。行き詰まりだ。プロの仕業だろう。担当者はハムリンとスタインだ。知っとるだろう。ええ、そのことなんですが、俺がダチをチクるような男じゃないことはご存知でしょう。でも殺しとなると話は別だ。どういうことだ。やったのはトミーでさ。間違いないか。クブクリンね。ディリベルトに嗅ぎ回られて弱ってるとトミーが言ってきたんでさ。嗅ぎ回るって何を。トミーの汚え内職にディリベルトが気がついたんで。ディリベルトからそんな話は何も聞いてないぞ。本当です。ディリベルトはあんな男だ。証拠を固めてからと思ったんでしょう。よし、ハムリンとスタインも呼んで聞こう。いえ、今は所長の胸にだけ。つまり確かではないってことか。いえ、トミーです。証拠はないが、奴がやったのは間違いねえ。そいつを確かめるまで時間が欲しいんでさ。どこ行ってたの。ちょっと散歩。ここだと息が詰まりそう。少し話できる。いいわ。場所は。あっち。リプスキー、飛び降り事件の報告書に目を通したが、やはり放ってはおけんな。査問会ですか。内務監査の調べを受けることになる。警部補、あの時自分らはあなたのおいでを15分以上待ちました。どこにおられたんです。どこにいただと。はい、ビールの入り口にいたよ。すぐ目の前に男が降ってきた。留守の間にジャッキーが正式に告訴したわ。でも弁護士にすれば当たり前の手続き、いつものことよ。それが仕事なんだものね。私は何もしてない。何も強要してないわ。言ったでしょ、あんたを信じてるって。大体女の。ねえ、お願い黙って聞いて。レズかどうかを根拠にして私をかばうのはやめて。え、そうなの。そういうこと。そうって、キャスリン、あなたじゃ本当にそうなの。だけど今度の事件には何も関係ない。じゃあまるで私バカみたいじゃない。勢い込んで所長室に乗り込み、大見え切ったはいいけど、後で事実はといえば不当には言ってた。しかも本当にレズレズって言わないで。告訴もあらがちまた外れじゃなかったわけね。ルーシー、仕事とセックスの好みを一緒にしないで。いいこと、仕事とは関係ないことよ。とは言っても今回は巻き込まれちゃったわね。オーケー。前にも言ったけど、突破口は紐のモーリスよ。モーリスを崩せば女の方も潰れるわ。試してみる。うん、いいわ。オッケー。よく考えることね、モーリス。マクブライド巡査の証言を封じられてもクレジットカードがあるわ。強盗は成立するのよ。カードがどうしたい。カードのうちどれか一つはあんたたちがつつもたせを仕掛けた相手のものでしょう。それだけで立派な証拠品よ。おい、つつもたせなんてやってねえって。ジャッキーにでっち上げの告訴を取り下げるように言うのね。何の役にも立たないわ。本当にでっち上げかね。見たのかよ。最後の警告よ。ノーといえば被害者を探す。被害者なんていねえんだよ。呆れた大バカね。
この無礼。おい、人の椅子だぞ。最低だぞ。おい、言葉に気をつけな。謹慎処分だよ。てめえがハイスに現れて署長に会った途端に謹慎処分だ。じゃあ謹慎してな。てめえは古い友達を売ったんだ。男じゃねえ。今まではすまんぜ。俺を脅してんのか。他と違いもいいとこだ。いいな。どうして俺を売った。友達だったのに。そう、お利口だな。過去形で言ったところはおめえも分かってるじゃねえか。おめえとは関係ねえ。許せろ。ああ、盗まれたのは2週間前。ラックスタンドの会社を宅では扱ってません。ルーシー、2番に回線。オッケー。ルーシーベイツです。今朝盗難届はマルキスホテルに宿泊中ね。ええ、どうもありがとう。マルキスね。ええ、オッケー。名前はジョージ・ジェーン・マロリー。ビザカードだった。セントルイスからよ。さあ、スタン、例の二人を出さないで。よし、待って。話がある。さっき配送の刑事がここに来ていたな。ええ、それが。ないしでさ。友達のもの。ディリベルト殺しに関係はないだろうな。お前から情報を取りに行ったとか。いや、個人的なようで。私は隠し事は嫌いだぞ。そんなもんありません。急ぎの仕事があるんで、いいですか。ああ、ちょっと今朝の飛び降りの通報だけど、お宅が受けたな。そうですが。誰に伝えた。ゴールドブルーム警部補にお伝えしました。警部補にはすぐ伝えたかい。ちょうどお電話中でしたので、終わってすぐ伝えました。ありがとう。用意できました、警部補。なんてことや。何です。バレンタイン。恥をかかせましたか。いや、まあ落ち着け。どの指を詰めます。親指以外ならどれでも。何をするんだよ。離してくれよ。私覚えてます。いや、何か。お忙しかったものね。ズボンを引き上げるのに。私たちに危ないところを助けられておいてすぐに消えるとはどういうこと。すいません、誠に申し訳ない。しかし朝から大事な会議があったもんで、法廷に出て時間を取られては困ると。もう会議は終わったんでしょ。一緒に署に来て被害届を出していただけますね。いや、市民の義務でしょうに。ごめんだ、申し訳ないが、どうせ明日にはセントルイスに帰るんだ。では1時間でもいいわ。あなたの証言と被害届が必要なの。お願いします。1時間後にレセプションが始まるんだ。ここの人間じゃないんだよ。被害といっても怪我もしてないし。マロリーさん、念のために言っときますけど、このままセントルイスに戻られても住所は分かってます。召喚状が送られますよ。はい、よしてくれ。電話がいいかしら。自宅で奥さんが出たらどうするの。ご主人のマロリーさんにお伝えくださいます。裁判の証人として出廷していただきたいんです。売春並びに強盗の被害者です。できるもんか。マロリーさん、それが仕事なんですよ。1時間だね。1時間、あるいは2時間になるかも。ラッシュアワーの混み具合で決まるわね。ズボンは履いとくもんだぞ、マロリー。書き直した報告書は机の上です。誰だね。今朝の被害者です。解決に一歩前進です。私が言っていい。いいわよ。ここで待っててください、マロリーさん。あんたたちのお客様を連れてきてあげたわよ。懐かしいでしょう。どいつだ。受付にいる男。これから被害届を出すとこよ。あんなとっさん見たこともない。そう、白人はみんな同じってわけね。彼はあんたが今朝脅した相手よ。あの人の証言であんたの運命はもう決まり。ハリソンビロ刑務所にカムバックよ。へえ、そう。そうよ、リコーさん。あんたは保釈中なのよ。保釈中に凶悪事件を起こせばどうなるかぐらいあんたも知ってるでしょう。うせろよ、メス豚。よく考えることね。
いや、閉鎖費用を払う気はない。連中に払わせりゃいい。私の引っ越し費用もだ。すいません、ちょっといいですか。ああ、なんだ。受付で聞いたんですが、今朝の飛び降りの報告をあなたに伝えるのに5分もかかったそうです。電話中だったからです。不動産の売買のやり取りで。男が死んだのは私のせいだというのか。違います。でもその5分でもっと早く現場に。呆れた奴らだ。こんな馬鹿げた言い訳は初めて聞いたよ。いや、それほど馬鹿げてるとは思いませんな、警部補。二人だけで話したいのですが。いいとも。あの、バンク警部補に会いたいの。階級抜きで話させてもらいましょう。これ以上見るに見かねます。どういうことだ。リプスキーは確かにまだ若いが、私から見れば真面目で勇気もあるいい警官です。どうして彼をいじめるんです。緊急の通報をすぐ私に取り次がなかったのはスタン、君の部下の事務職だぞ。今度は私ですか。悪いのは全部人のせいに。ここ数日あなたはどうかしてます。持ちビルの住民を追い出して金儲けすることで頭がいっぱいですか。それは関係ない。いや、大いに関係あります。一日中電話で金のことで怒鳴りまくってるあなたを見てるとね、ここへ来て2年になるが、あなたが部下にあんな仕打ちをするのは初めて見ました。どうかお願いだ。プライベートなモヤモヤを部下にぶつけて話すことだけはやめていただこう。財産で悩んでいるんなら元だったらどうです。誰かにくれてやんなさい。ボビーなら喜んで取ります。ワシントンでもいい。おめえと一緒にいたことにしてくれと。何でもしたいけど嘘だけはダメなの。下手なのよ。よし、メアリー、おめえ町の外に親戚か親しい友達はいないか。母がセントポールにいるわ。よし、ほらすぐバスに乗ってお風呂さんとこ行ってろ。トミーを捨てるの。奴はおめえに偽証を頼もうとして重罪だぞ。私が喋ったって言わないでよ。いいから早く僕のとこ行き。もう俺たちの力じゃトミーは救えねえ。もう時間切れたかね。ルーシー巡査部長、奴が話をしたいと。モーリス。はい。オーケー、もう少し。何なの。こっちの姉ちゃんへの告訴取り下げたらよ、俺たちはどうなるんだ。どうってどういう意味。無罪放免か。そうはいかないと言ったわ。少なくとも野郎は消えたことにしてくれ。考えてもいいわ。今ここで決めてほしいね。 OK、 いいわ。ジャッキーに会って取り下げるように言って。必要ね。どうして。俺があいつに教えたんだよ。捕まったらそう嘘をつけってよ。供述を取れ。リプスキー、ちょっと。何でしょう。君に一言謝りたくてな。警部補。もっと早く現場に行くべきだった。あの、何と言えないか。君にはガッツがあるよ。誰でも足がすくむもんだが。聞いてましたぜ、ナイスプライスね。この次一杯おごらせてください。ありがとう。お先に。お疲れ。ああ、ヘンリー、うちはどうなった。売りました。綺麗さっぱり。これでスーッとしましたよ。おい、ヘンリー。いいんです。もう何も言わないでください。ジーナの思い出も吹っ切れそうです。彼女が死んでからもう1年ですからね。スタンのおかげです。彼が目を覚まさせてくれました。ルーシー。何。どう思う。何のこと。今日分かった私のこと。さあ分かんない。私には縁のない世界だもの。ペアを続けていいのかしら。今は臨時のペアだけど、この先いいんじゃない。あなたに迷惑をかけたくないのよ。分かるでしょ。大丈夫、その心配はないわ。私は誰にも言わないものだから噂も立たない。今日はおかげで助かったわ。ありがとう。
あんたに一つだけ言っときたいことがあるの。巡査部長として、あなたはあなたで、そして警官なのよ。容疑者を不当に連れてかないこと。他の府警、そうね、まずかったわ。あなたの言う通りよ。私は他とは違うもの。おやすみ、キャスリン。ええ、また明日。人間の醜さ、弱さ、裏切り、普通の男なら耐えられない経験をしてきた。だが幸い、私にはその意味が理解できている。そうともぼや、私は試されてるんだ。私の身に次々と降りかかってくる厳しい試練を乗り越えて真の侍となることができるかどうか。次の試練は何だろう。お前は知ってるか。我が唯一の友よ、教えてくれ。愛してる。よしよしよし、愛してる。愛してるよ。言っただけだ。どっかで一杯やろうぜ。いいと思うよ。まるでかくれんぼだ。思い出すな、ガキの頃よ、グイド。ああ、思い出す。お前が出れば俺も出るぜ。おめえが先だ。両手を上げてライトの下に立て。オッケー。救急車を呼んでくれ。